2019明治安田生命 J2 リーグ第13節、この時間は横浜 FC と FC 町田ゼルビアの一戦をお送りします。両チームの選手たちがピッチに入場してきました。ホーム横浜 FC、 阿部、町田ともにチームカラーはブルーです。豊島選手が J2 通算100試合出場を達成しました。5月5日の郷土戦、今表彰を受けています。では両チームのスタメンフォーメーションで見ていきます。横浜 FC は5人を入れ替えてきました。前節4バックでしたが、今日は予想では3ですが、実際どうですかね。そうですね、前節 もうハーフタイムで、フォーメーション変えることもしましたし、本当にどう相馬監督が言ってたように、どうやってくるのかってのはちょっと分からないですね。始まってみないとね。アウェーの町田です。こちらは前節からの変更はありません。今日も 4-4-2、今日ももちろんコンパクトに、そして奪って早くという戦いですかね。そうでしょうね。少し町田の方としては、怪我人が少し出始めたっていうのが、気になるところではありますけどもね。このメンバーが、今のベストメンバーなんでしょうね。さあジョン・ジュンからクロス、ボレーシュート決まった。町田先制しました。ジョン・チュン軍からのクロス、中で合わせたのは森村。立ち上がり6分に町田が先制しています。森村今シーズン2ゴール目。注目のジョン・チュン軍がゴールに絡んでいきました。ジョン・チュン軍、追い越した戸高、グランダーのクロススルーして富樫、ロメロフランク、キーパー抑えました。いや決定的でしたけどね、今のね。ロメロフランクの強烈なシュートがありました。ショートコーナー、ロメロフランク、間を通して森村、これは佐藤がブロック。さあカウンターなるか、レアンドロ・ドミンゲス運んでいく、レアンドロ・ドミンゲス、右フリーだ、今ブロック、こぼれてきてクリア、増田のファインセーブ、よく防ぎました増田。今は決定機でした。さあここは横浜 FC がボールを奪って、佐藤から左、斉藤光輝、中里クロス、グランダー入った、豊島のゴールだ。横浜 FC 追いつきました。後半の7分です。いやーサイドで合わせようというシーンでした。最後触ったのはどうだったでしょう。豊島が触ったのかディフェンダーだったのか。シオンゴール気味にも見えましたけどね、さあスペースで受けた斉藤光輝、中2人かわした、斉藤光輝、なんとかクリアしました。奥山、仕掛けでしたね。あれはそのレナの中であんだけドリブルされるとなかなかディフェンス体当てることもできないですよね。PK になっちゃいますからね。ロングボール、ジョン・チュン軍がターゲット、ジョン・チュンが受けた、上げていく、飛び込んでいく、ドリのヘディングでした。いい形で飛び込んだんですけどね、少しヘディングの威力が足りなかったですね。中里はボールから離れました。レアンドロ・ドミンゲスか、イバカ、
レアンドロ・ドミンゲス狙ったポスト詰める、セルナよく跳ね返した井上ですか。レアンドロ・ドミンゲスの直接フリーキックはポストでした。この競り合い拾ったジョン・チュングン、ジョン・チュングンシュートだ、こぼれ球ドイ、あーっとこれはよくキーパー触った、あわやオウンゴールというシーンでした。竹重よく触りました。キーパーも上がってきた、ヘディング中里、キーパー正面です。さあそして竹重が戻ってここで長いホイッスル、試合終了。横浜 FC と町田の一戦は1対1ドローゲーム、勝ち点1を分け合う結果になりました。